はい、今日は三峰山に登ろうと思ってヴィーナスライン走ってますけど、やばいっすね。天気予報晴れで天クラ A だったんですけど、やばい状態です。大丈夫でしょうか。おお、一人歩いてた。雨の中、あれはどこ行くのかな。さあ、駐車場着きました。誰もいません。だよね、だよね。おはようございます。今ヴィーナスラインの三峰駐車場にいますけど、めっちゃ雨です。しかもガスで真っ白、何も見えません。天気予報晴れ、天クラ A だったんですけど、大丈夫なんでしょうか。今7時15分ですね。天クラだと8時ぐらいから A になってたんで、ちょっと様子を見たいと思います。はい、三峰駐車場、雨で真っ白です。何にも見えません。はい、とりあえず今8時17分で、ちょっと粘ったんですけど、雨がさらに激しくなってきました。止む気配が全くないですね。これで天クラ A だったんですけど、今見たらとりあえず B に変わってましたけど、でも B でもひどいなって感じですね。はい、車の中で3時間以上粘りましたけど、全然晴れないんで、ちょっと行っちゃうことにしました。これどっから上に上がるんだろう。ガスガスです。車の中で3時間半ぐらい粘りましたけど、天気予報がどんどん悪い方に変わっていって、結局全然晴れないんで出発しちゃうことにしました。はい、というわけでかなり遅くなって10時半スタートです。足元はやっぱりだいぶドロドロですね。ずっと寝てたんできつい。よいしょ。寝てていきなり登り、きついですね。おお、なるほど。これ晴れてたら絶景なんだろうな。三峰駐車場が見えます。今日は多分ドロドロになるだろうなと思って、はい、ゲイター装着してます。まあこれで完璧ですね。きつい。3時間寝た後の山はきついっすわ。よいしょ。お、中央分水嶺トレイルだって。へえ。三峰山扉峠。なるほどね。いやー、なんか絶景。この道いいね。すごい絶景じゃん。はい。ガスガスです。でもどうせ晴れないんだったら、もっと朝早く出ればよかったですね。晴れると思って結構粘ったんですけど、天気予報の方が逆に変わっちゃって最悪っす。はい、見たかった景色来ました。ここがね、晴れてるとすごい絵になるんだよね。うわ、あの道がね、
すごいいい感じ。うわーいいな。いやー、なんで曇ってんの。めっちゃいい。ここで写真を撮りますかね。ここの絵がねすごい撮りたかったんですよ。はい、ちょっと撮影してたらすごいガスガスになってきちゃった。やべ、天気が好転するどころか悪化してるんだけど、なんなんすかね。くそ、ここベストショットになるはずだったのに。まあ幻想的といえばそれまでですけどね。お、向こうの方ちょっと晴れ間が見えてるな。お、ちょっと円形が見えてきてる。ちょっと期待できるね。ここの登り道、見た目はすごい絵になっていいんだけど、きつい。結構坂やね。はい、山頂かなこれ。うわー、こっちちょっと晴れ間が。あ、山頂だね。三つ峰山、山頂来ました。現在地、二つ山。さあ、行けるんでしょうか、この天候で。三つ峰山です。おお、これは絶景。うっすらでも絶景や。すごいな、あそこにすごい岩があるな。二つ山経由の八伏山方面。すごいなんか粘土質で脆い登山道だな。はい、ちょっとした岩場ありましたけど、これジグザグに行く感じなのかな。よくわかんないですけど、とりあえず道があるんで行ってみますか。うお、面白い木がある。この木面白い。おお、森が近づいてきてる。ツツジがあるのかな。ギリツツジ間に合うといいんですけど、どうでしょうか。あー、なんか綺麗だな、本当に。どんどん谷底に向かってますけど、はい、綺麗なツツジありました。おー、綺麗、すごいすごい。この足跡はなんか獣の足跡じゃねえこれ。人間の足跡っぽくないな。森がめちゃくちゃ綺麗。いやーすごい。いやー綺麗や、こう。
すごい。いやー、晴れてきてすごい綺麗になってきた。ツツジもすごい見れる。綺麗、最高や。なんか今動物おった。なんだろう、ドサドサドサって走ってたな。なんかおったぞ。めっちゃでかい音した。ドサドサドサって走ってた。なんだろう、今日は二つ山まで行ってる人いるのかな。どうなんだろう。さっきのところには人いたけど、こっちはあんまり踏み跡がないね。獣の足跡はあるけどね。よいしょ、もう開けていた。えっ、なんか濡れてるから滑るな、木の根っことか。危ないね。おお、またトラバース来た。ちょっとこう滑りそうな狭いトラバースだね。ここは、おっと、ここちょっと要注意ポイント。狭いトラバース、結構崖、危な、滑りそう。よいしょ、危ない危ない。もう結構危ないな。よいしょ、うわトラバース怖え。よいしょ、滑る滑る滑りそうだな。はい、ちょっとうっそうとした感じのところに入ってきますね、ここから。よいしょ、やっぱりちょっと今日ゲーターしてきて正解だったな。めちゃめちゃ濡れとるわ。うわー、トラバース続くな。うわ、ここ怖え。ここ怖いぞ。ちょっと。ここ怖そう。よいしょ。しかも今日めっちゃ滑りそうなんだよ。よいしょ。うわ、怖い。狭いや、道が。うわ、ロープあるし。うわ、完全やばいじゃん。ロープありやんけ。マジか。あ、しかしまた雨上がりでダニがつきそうな場所ですね。参ったな。まさかだったね。こんな草むらを歩くとは思わなかったです。はい、登りきました。はい、じゃあ登りましょう。結構登っとるな。はい、二つ山 4.5 キロ。まあまあありますね、まだ。まあまあある。いやー、思ってると多いな。下ってるし。すごい。尾根っぽいなんか、下り。こわ、滑りそう。めっちゃ滑りそうや。いやー、これきついな。帰り登れるのこれ、なかなかやで。基本トラバースが多いんだよな。いや、ごめん、ちょっと怖いな。よいしょ、よいしょ。うわ、崖やんけ、ここなんて。完全に完全に崖やんけ。マジか。え、これいけるの。怖っ、よしよし、怖っ怖っ怖っ。あっちさらに怖そうなの見える。いや、この谷の深いとこトラバースするのやだな。なかなかやね、ここ。なかなかや。これ帰りの方が怖いかも。
帰り怖そうだな。うわ、まだありゃ。よいしょよいしょ。怖え。よいしょ。うわ、尾根や。めっちゃ尾根。うおほほ。結構細尾根やね、ここ。結構細尾根。怖え。よいしょ。よいしょ。お、怖かった。細尾根怖えわ。よいしょ。やめて。よいしょ。景色がね、結構変わるんで、面白い山ですね、これ。なんか草原があったかと思えば、林もあって、ほんで今、この木がすごい整然と並んでる感じ。へぇ、面白い。ここはね、めちゃめちゃ変化に富んでる。はい、またトラバース道ですけど、お、ちょっと待った、やば、今度でかい獣の足跡に変わったぞ。え、これやばいな、でかい、これやばくね。めちゃでかい足跡だな。上に向かったのかな。でもこっちは下に向かってるな。やばくね。はい、ちょっと獣の足跡がさっきまでのちっちゃいのと変わってでかいのに変わったんで、ちょっともしかしたら熊かもということで、今日のところはちょっと勇気ある撤退をしたいと思います。明らかにでかい幅広の足跡に変わってました。あれは鹿じゃなさそう。ちょっとやばいっすね。まだ出直したいと思います。あー疲れた、やっと開けたとこまで帰ってきた。よく見たらすごい崖だな、あそこ。はい、遠くに諏訪湖が見えましたね。すごい綺麗。すごい登り、動物もズリ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 なってる。動物も滑る坂、これは急だよ、やば、きつ。ツツジは綺麗でした。ここ登ります。しんどい、しんどいよこれ。しんどい、気持ちいい道なんだけどしんどいわ。はい、最後の最後はきつい。あー絶景や、しかし今晴れてよかったな。二つ山多分これだね。遠いな、半分も行けてなかったです、残念。はい、この岩場なんか粘土質ですごい滑るんですけど、危ないよ、ここはザレザレになってる。よいしょ。ああ帰ってきた。なんだったっけ、ここ三峰山か、三峰山に帰ってきました。
5.6 キロって思ってると遠いな。無理でした。あ、またガスってきてる。はい、三つ峰山戻ってきました。いやー、嫌い。一時はどうなるかと思ったけど、めちゃくちゃいい天気になって絶景が見れました。よかった、最高です。このちょっとガスっぽくてね、幻想的なのも見れるし、めちゃくちゃいいですね。あー、綺麗やなー、最高やねえか。なんやここ、すげえいい。はい、というわけで今日は三つ峰駐車場から三つ峰山行って、二つ山行く途中でちょっと撤退してしまいましたけど、でも帰り意外に坂きつくてまあまあ疲れましたね。ちょっと体力をつけないとやばいかもですね。あともうこの時期虫がすごくて、ちょっとお昼とかゆっくり食べられなかったですね。おにぎり1個だけ食べて退散しました。本当に虫がいっぱい寄ってくる。まあしょうがないですけどね。まあそんな感じでもう非常に気持ちいいハイキングって感じで、まあこれはこれで良かったです。はい、というわけで終わります。バイバイ。